はい、酒好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は氷結酎ハイですね。紅ほっぺ味です。これ期間限定。アルコール度数 4%。果汁が 0.3%。紅ほっぺか。原材料がいちご果汁、かっこ紅ほっぺ果汁と、ウォッカと糖類と酸味料と香料。こだわりの静岡県産紅ほっぺの、氷結ストレート果汁を使用したフルーティーでコクのある甘みのみずみずしい氷結。紅ほっぺなんて、まあ、基本的にイチゴ高いからな。ほんと何だったかだ、一粒1万円ぐらいのイチゴありますよね。なんだっけ、ヒカキンが、紹介してたけど。はい、一粒3万円とかじゃなかった。一番クソ高いやつ。あんなのは買わなくていいよな。完璧。本当にイチゴは高い。あ、美味しい。うん。あ、これうまいな。あ、なんか甘酸っぱさがすごい。あ、これうまーい。これうまいわ。あ、すごい。甘いだけじゃなくて、この酸っぱさ。いちごの酸っぱさを。すごい。見事に再現してる。すごい。これは、あ、これうまいな。紅ほっぺ。これうまいな。あ、すごい。あ、パッケージがね、デザイン2つあるらしいですね。まあ、こんなのどうでもいいんだけど。ああ、あ、すごい。これ今までのチューハイの、いちご味のチューハイって、そんなになかったけどね、確かに。でもこれうまいな。これなんだ、すげえうまいぞ。いちごのチューハイって今までなんかあったっけ？いちご味のチューハイって。いちご味のチューハイってどんなのがある？ああ、甘王とか。黒絞りの、ああ、いちごあったけどね。とちおとめの氷結とか、あったけど、これは今までの飲んだ中で、あれやな。もう、一線を画すレベルの。全然あれだな。なんか、香料とかが、なんやろ。全然、主張してない感じで、なんか自然な香料。本当に自然な
いちごを食べてるところ時の香料のような、まさに甘いいちご。俺ほとんどいちごってそんなに食ったことないけど。うまいいちごは甘いよね。その甘いいちごを食った時の口に広がる。味というか香りを、と酸味みたいなのが、すげえ、あれやな。すごい感じる。これはうまいな。これは久々にチューハイで、当たりのチューハイ来たな。すげえうまい。語彙力がないから、うまいっつってもあれなんだけど、うまいぐらいしか言えないんだけど、チューハイで、すごいなこれ。これはなかなか味わえないぞ、これ。これほど精巧な、あの、いちご味の、チューハイって。もう本当にいちごをなんか、すりつぶした、で、牛乳とか入れて、あの、俺昔、あの、牛乳の中に、あの、いちごをすりつぶして、こうやって、スプーンで潰してさ。で、それで、あの、いわゆる、いちごオレ的な感じで食べるのが好きだったんだけど。今やもうあれだもんね。いちご高くてね。できなくなったけど。すっごい美味しいな、これ。こちらは、12月の19日から、全国発売となっております。はぁ、これはうまいな。もはやうまいとしか言えないね。ああ。これはすごい。久々に感動するレベルのチューハイだな。ああ、感動するほどの美味しさのチューハイ、久々に飲んだな。なんか大体、あの、似たり寄ったりでさ、ああ、飲んだことあるわっていう感じのチューハイが大多数。9割9分ぐらい占める中、これうわ、なんか微妙っていうパターン、あー、これ飲んだことあるっていう味じゃなくて、これはあれだな、これ毎年冬あたり出してほしいですね、この期間限定やけど。まあ、紅ほっぺっていうのが、多分、まあ、いちごって大体あれなんだけどさ、すげえ高えんだけど、もう一粒500円とかさ、平気でするようなの多いからな、いちごっていうのは。静岡県生まれの紅ほっぺは2002年に登録された品種で、親の掛け合わせは、秋姫、かける、幸の花です。はあ、甘みが強く酸味も適度にあるので、そのまま食べると濃厚な味が楽しめます。はあ、
ちなみに、紅ほっぺの旬が3月。12月から5月頃までが、出回り時期。3月頃が出荷のピークです。と書いてあります。かぁ、これはうまいなぁ。びっくりするほどこれうまいな、このチューハイ。これは恐ろしいね。本当に久々に驚いたな、これ。もう一口飲んだ時から、あれって。なんだこのうまさはと思ったけど。本当にやっぱりこれ、恐ろしくうまいな、これ。コク。甘み。まあ甘み四つ星。香り。これは香りは突筆して、すごい、ものすごい香りします。これは五つ星だな。久々に五つ星。3455です。ご視聴ありがとうございました。